ジェニファーの記憶が戻ったのか。何？まだだと？さっさと行けこのアンポンタン。いやー、なかなか大変な事件でしたね。これからどうするんですか。あ、ジェニファーチョイを口説きに行くんですか。あはは、また赤くなりましたね。やっぱり女性が苦手なのは治ってませんね。な、俺ってそんな悪いやつじゃないだろ。そんな怒らなくてもいいじゃないか。今度こそ真面目になるよ俺。やっぱり私には主人しかいないということが身に染みて分かりました。もう絶対浮気なんかしません。でも刑務所から出ておばあちゃんになっても待っていてくれるかしら。罪を償ってからまた妻とやり直そうと思ってます。無事解決してよかったですね。次は結婚ですね。その際はぜひ当ホテルをご利用ください。平次さん、聞いてください。今私、ダグラスさんと交際してるんです。とっても幸せです。まだ心の整理がつきません。時間が解決してくれるのを待つしかなさそうね。坊ちゃんが一人前になるまでは引退できそうもありません。困ったものです。チャオさんも父もあの事件以来私のことをすっかり子供扱いですよ。まあ自分で撒いた種ですから仕方ありませんけど。あんたちょっと生意気だったが根性があることは認めてやる。どうだ、うちで働かないか。主人のわがままには並行したでしょ。すみませんでしたね。あ、あの人に聞こえたかしら。来年の春にはなんとかアメリカへ移住できそうです。彼と幸せな家庭を作りますよ。随分苦労していたようですな。どうですかな、面白かったですかな。私アメリカへ行くことになるみたいなの。どうしましょう。だって私英語全然ダメなの。どこかいい英会話学校紹介してくださらない。今まで隠してましたけど、今度ジェーンと結婚することになったんです。嫌だな、看護婦ですよ。え、知ってました。それをどこで。ケイジさん、実はね、私3年がかりで先生を口説き落としたんですよ。私が札幌で買った、それはダニエル・チョンが私にくれたもの。そう、私はダニエル・チョンと会うために。
思い出したのか。話してくれないか。辛いんだな。悲しい思い出がありすぎて。表へ出よう。私は札幌の高校を出て北大に進学しました。ダニエルと知り合ったのは、その頃アルバイトをしていたアメリカ系商社の札幌支店でした。まだ若かった私はダニエルの国際ビジネスマンとしてのスマートな姿に憧れました。それから交際が始まりました。しばらく経ってダニエルは詐欺事件を起こしたようで、ほとぼりが冷めるまで少しの間身を隠すと言って私の元を去っていきました。長い時が過ぎて、すべてが思い出になろうとしていた今年に入って突然手紙が届きました。香港に来ないかって。でも会って話をしているうちに、もう彼の愛情は私にはない。そして何かから逃げようとしている彼に気づいたんです。だから私は言いました。もう二度と会わない、そしてこれ以上罪を重ねないでって。ダニエルはもう一度君を騙すことができれば一緒に逃げよう、そしてもしそれがダメなら自分の過去を知ってる女を殺してしまおうと考えたのかな。でもどうして今さら。わからんな。ダニエルが私の元から去ったのは、日本での詐欺事件に私を巻き込みたくなかった。私はそう信じたんです。それが彼の愛情だと。私が香港に来たのはその愛情を確かめたかったからです。素敵だな。何が？ん？いや、俺もそんなに愛してくれる人に出会いたいよ。もう出会ってるかもね。え？一つだけ質問していいかな。何でしょう？君が腕を組んで歩いていた男のことだけど。気になりますか？嫉妬で胸が張り裂けそうだ。あれは目の不自由な方だったんです。横断歩道を渡るとき危ないので腕を組んであげたんです。そうか、そういうことだったのか。